論文オンライン代表の石井秀明です。言葉を磨こうの時間です。教養がにじみ出る超難読漢字、本日の問題はこちらになります。この2文字、こちらの字は特に難しそうですけれども、この字はどう読むでしょうかということで5秒間です。はい、この漢字実はこう読みます。あゆと読むんですね。意味はですね、人の顔色を伺って、媚びへつらうことという意味になります。あゆ追称みたいな形でですね、四字熟語的に使われたりもしますね。はい、あゆ、ぜひ覚えておいてください。皆さんはこの漢字読めたでしょうか。それでは次回もお楽しみに。